アイテム番号。SCP-900JP-J。オブジェクトクラス。寝てる。特別収容プロトコル。SCP-900JP-J はサイト81にて公共移動オブジェクト収容室にて保管されています。当該サイトに勤務している財団職員はすべてソファ、もしくは床に寝てください。SCP-900JP-J を使用しての実験はいかなる理由をもっても禁止されます。説明。SCP-900JP-J はふわふわのふかふかで、当該オブジェクトと同室した人間すべてに対し強烈な眠気と、当該オブジェクトに寝てみたいという壮絶な欲求を抱かせます。この欲求に対して一定の人間は抵抗することが可能であることが確認されているため、現在 SCP-900JP-J を用いた研究が進められています。当該研究は凍結されました。あまりにも、実験中に SCP-900JP-J にて睡眠をとる職員が多すぎたせいです。あなたたちを SCP-900JP-J から引きずり出すだけで、どれほど無駄な時間を使ったでしょう。対象職員に対しては睡眠中に口の中にわさびを塗り込むことで自発的な脱出を促すことに成功しました。SCP-900JP-J で睡眠をとった人間は、二度と働きたくなくなるほどの快楽とこの上ない幸福感を感じ、自力で当該オブジェクト内から脱出することが不可能となります。これまでに、任務の職員が自力での脱出に関してダダをこねました。もし異常性に暴露した職員が発見された場合、直ちに機動部隊を、旧括弧、母ちゃん、括弧閉じによって対象を SCP-900JP-J から引きずり出してください。ホイ1、SCP-900JP-J の周辺にスマートフォンや飲食物、ノートパソコン、並びにテレビジョンや娯楽用品等を設置することはいかなる理由があったとしても禁止されています。それらの物品は SCP-900JP-J の異常性を助長する効果があることが確認されています。世界の果ては、ここにあった。研究員。そんなことをおっしゃっても SCP-900JP-J の周辺に物品を設置した上で、収容室内に3日間引きこもったことに関する懲罰を免れることはできません。日本支部理事、ヌエ。